お肉を食べない方は危険です。実は急死するリスクが上がってしまうベジタリアンが注意するべき食事のポイントをお伝えします。で、あなたはお肉を食べない食事、ベジタリアンではないでしょうか。で、最近では似た食事法としてビーガンというものがありますよね。これらの食事法ではお肉や動物性食品を取らないという食事法になります。実は今回研究の結果からこのベジタリアンの食事が急死するリスクが高まってしまうということが分かりましたので、これをお伝えします。で、これはイギリスオックスフォード大学からの研究報告で分かったことなんですが、この研究では約4万8000人の方のデータを使って肉食と魚食とそして菜食、ベジタリアンですね、この食事による病気のリスクを比較したんですね。で、この結果肉食の方に比べてベジタリアンの方の場合約 20% も脳卒中になってしまうリスクが高くなるということが分かったんです。野菜や果物をたくさん食べるベジタリアンの方が急死するリスクが高くなるのは意外ですよね。で、私たちの体は様々な栄養素から作られているんですが、もちろんお肉の食べ過ぎ、お肉中心の生活は体を悪くしてしまうんですが、だからといって取らないと必要な栄養素が揃わなくなってしまって結局不健康になってしまうんです。ですので食事は栄養素のバランスに注意して極端な食事にならないように注意しましょう。